300年もの歴史と里山の原風景を残す石岡市はたくさんの魅力で溢れています。いかがでしたか？初めて食べたんですけどね、シャリ感があって甘みも強くて美味しかったです。アリスと比べてみると甘みがさらに増しているような感じがして、ちょっと固める食べた感じが非常に美味しいです。この軽水は、今年から茨城県で販売される茨城県のオリジナルの品種であります。見た通りこの大きくて糖度が 13.5 度以上あります。で、貯蔵も1ヶ月から3ヶ月持つということで、今の梨の中では一番貯蔵に適している梨だと思っております。今年生産者が少ないもんでなかなか皆さんに届けすることはできないんですが、来年からは徐々に、増えてきて皆さんのところに、販売できると思いますので、ぜひ一度軽水を食べてください。よろしくお願いします。次号も魅力の一つをご紹介します。お楽しみに。